はい、こんにちは。ご当地商品紹介 TV のお時間がやってまいりました。レポーターの一郎です。リポーターの三ヶ熱です。はい、今日は4回目の放送になります。またご当地の商品を紹介していきたいと思います。今日紹介する商品はこちらになります。わー、はい、スイカのおかき。ちょっと斜めになっちゃってますけど、はい、スイカになります。はい、季節限定あられ豊洲さんということで、裏もこんな状態になってますね。はい、こだわってる。そうですね、9枚入りです。豊洲株式会社大阪の商品になります。スイカのおかき。スイカのおかきです。早速中を開けて食べてみたいと思います。このこちらから、はいはい、こんな感じでスイカのおかきということで、いいですね。スイカをモチーフにしたオリジナル創作おかき。皮の部分には青のり、身の部分にはエビ、種の部分には黒大豆を使用してますと。塩味で仕上げましたということで、じゃあちょっといただきたいと思います。はい、こちらです。周りはね、皮の部分、青のりの部分食べていきたいと思います。はい、あっさりと塩味で仕上げたって書いてありますので、青のりの風味と非常におかきのなんかおかきと合ってるなと、はい、で身の部分はこの赤い部分はエビなんですよね。エビ風味というか、はい、うん、青のりの部分の方が味が強くて美味しいです。この黒豆の部分もちょっといただきたいと思います。うん、あ、豆の食感をすごい歯ごたえがあって、このおかきと一緒に豆が合いますね。スイカの感じします。スイカの感じは僕の中ではゼロです。あ、唯一見た目、でも見た目可愛いから、見た目が面白いよね。見た目が唯一、うん、面白い。うん、もうちょっと色が濃いといいかなっていう感じはしましたけど、ちゃんと裏もこうなって、うん、かわいい、美味しいです、うん、これはあのおせんべいとしてあの出すのもいいんじゃないかなと思いました。はい、そして最後にじゃあ気になるこちらお値段なんですけれども、9枚入りまして、このスイカおかき648円になります、うん、はい、これは大阪で僕は買ったわけじゃないんですけど、この浦和のね、百貨店で、あのデパ地下でこの全国の名産が売ってるところで買ってみました、うん、やっぱりこのおかきのパッケージのインパクト、このスイカのおかきっていうのが非常に興味をそそられて、うん、購入意欲がかきたてられましたね。はい、以上ですね。はい。はい。よかったら、チャンネル登録と高評価ボタン、よろしくお願いいたします。します。はい。じゃあ次回のご当地商品紹介まで、さようなら。ありがとうございました。